はい、どうも、Kチャンネルです。今日はね、昔住んでた延岡市までやってきております。それでは今から自転車で思い出の地を巡りたいと思います。
私が通ってた東海中学校ですね。1年生の夏休みまで通いましたが、その後福岡に野球部でこのグラウンドで練習してましたね。懐かしい。これ部室か。うわぁ、バレエ男女、テニス、サッカー、野球かなぁ。向こうの方にもありますね。懐かしいですね。くぅ、ちょっと中には入らんときましょう。東海小学校ですね。懐かしいね。うわぁ、こんな感じやったな。うわぁ、懐かしいね。そこの下が文房具やったんよね。ここが多分文房具屋さんやったもんね。うわ、懐かしいな。うわ、東海小学校。うわ、確か一番6年の時ここじゃなかったかな。変わってねえ、あそこに渡り廊下があってな。すごい。全く変わってない。あのタンクもね、昔のままやね。すごいわ。うわ、プールもそのままやな。よし、次行こう。
神社、よく学校帰りに遊んで帰ってましたね。で、ここで、大塚智子さん懐かしいですけど、となんか仲良くなるきっかけがあったような気がします。会いたいですね。どうなってるんでしょうかね。で、他にもね、甲斐美幸さん、尾形下の名前だと、あと浜ちゃんとか、三浦和人とか、あとかっちゃんもう仲良くしてもらってた人いっぱいいましたけどね。どうなってるでしょう。とかして、このカラスだけ。